皆さんこんにちは、新婚さんいらっしゃいで有名な女性タレントでおなじみの山瀬まみさん。山瀬まみの突然死の真相、芸能界から消えた理由について紹介します。まずは山瀬まみさんの経歴とプロフィールから紹介します。山瀬まみはタレントです。1969年10月2日生まれ、神奈川県出身です。1985年第10回ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリを獲得しました。1986年に歌手デビューを果たし、これまで10枚のシングルと5枚のオリジナルアルバムをリリースしています。テレビ朝日新婚さんいらっしゃい、日本テレビ火曜サプライズなど数多くのバラエティ番組にレギュラー出演しています。また金鳥るの CM 出演でも有名です。1999年俳優の中上正美さんと結婚しました。1971年から続く長寿番組新婚さんいらっしゃいの司会にタレント藤井隆さんの就任が決まりました。同番組で司会を務めてきた落語家桂文枝さんは2022年3月27日放送分をもって卒業します。現在7代目アシスタントをタレント山瀬まみさんが1997年7月から務めていますが、1月29日の東スポウェブは文枝さんと同時期に山瀬さんも番組を卒業する方向で調整していると報じています。山瀬さんは1986年に国民のおもちゃ新発売のキャッチフレーズでアイドル歌手としてデビューしました。同年10月にテレビ探偵団の司会に抜擢され、今に至るまでレギュラー番組が途絶えることなく第一線で活躍しています。1986年にアイドルとしてデビューした山瀬まみさんは若い頃から数多くのバラエティ番組に出演し、バラドルとして高い人気を誇っていました。彼女の辛口トークには親しみやすさがあり、幅広い年代から支持されていましたが、現在ではテレビでの露出がほとんどなくなっています。現在の山瀬まみさんの暮らしはどのようなものなのでしょうか。山瀬まみさんは日本テレビ系天才志村動物園やテレビ朝日系新婚さんいらっしゃいなど多くの番組で長年レギュラー出演を続けてきました。しかし近年ではレギュラー番組の終了や出演者の交代が相次ぎ、彼女の仕事が激減しています。かつて視聴者から絶大な支持を受けていた山瀬まみさんが現在レギュラー番組から姿を消してしまったのはなぜでしょうか。現在山瀬まみさんはレギュラー番組を持たず、年収が大幅に減少しているのではないかと噂されています。アイドルからバラドルへと華麗な転身を遂げた彼女ですが、レギュラー番組が消えた理由としては長寿番組のリニューアルが大きな要因として挙げられます。リニューアルに伴い出演者も大幅に変更されることが多いのです。さらにもう一つの理由として考えられるのは彼女のギャラの高さです。山瀬まみさんのギャラは非常に高く、一度上がったギャラを再度下げることは難しいとされています。現在10代から30代の若者のテレビ離れが進んでおり、各テレビ局は制作費の見直しを迫られています。そのため高額なギャラを支払うことが難しくなっているのかもしれません。インターネット上でもテレビ局が経費削減のために芸能人ではなく局アナウンサーを起用するケースが増えていると話題になっています。山瀬まみさんのレギュラー番組からの降板が相次ぐ中、所属事務所ホリプロの担当役員が日本テレビに抗議したという噂もあり、事務所にとっても彼女の降板は大きな打撃だったようです。山瀬まみさんは1985年に2度目の応募でホリプロに入所し、それ以来ドラマやバラエティ、映画などで大活躍してきました。かつて彼女は長寿番組に出演し続けられるのは事務所のおかげだと発言したことがあります。彼女自身に問題があったわけではなく、テレビ局側の制作費削減が理由だとすれば、所属事務所役員がテレビ局に抗議したという噂も信憑性があるのかもしれません。山瀬まみさんが現在メディアで見かけなくなった主な理由は、彼女がレギュラー出演していた番組が次々に終了してしまったことです。現在彼女はレギュラー番組を持たず、ラジオ番組 BFM イットの火曜日パートナーとして出演しています。また
バラエティ番組にゲストとして招かれることもあるようです。ネット上では世代交代を感じるという声が上がっており、彼女が芸能界を引退するのではないかと心配する声もあります。現在テレビ業界が制作費を見直している中で、高額なギャラを支払うことが難しいため、山瀬まみさんのようなベテラン芸能人が生き残るのは容易ではないのかもしれません。山瀬まみさんは芸能界の大御所と呼ばれる人物たちとの共演が多く、大御所が番組を降板するとその番組自体が終了するケースが目立ちました。彼女にとってレギュラー出演は堅実な性格と言われる、彼女の芸能生活を保証するものだったはずです。数々のレギュラー番組が消えたことは彼女にとって大きな痛手だったことでしょう。タレントの山瀬まみさんが2018年2月9日 TBS ラジオ有馬隼人とラジオと山瀬まみとに出演し、この日から車椅子を使わなくなったことを報告しました。山瀬さんは昨年9月に両足を骨折し全治3ヶ月と診断されていました。番組ではパーソナリティの有馬さんが今日の放送から山瀬さんが車椅子に乗らずにスタジオに来ることができました、おめでとうございますと報告。山瀬さんはとっくに車椅子は必要なかったんだけど、スタジオまでの距離やトイレまでの距離を考えると生放送で間に合わなかったらどうしようと思ってと歩くことに不安があったため車椅子を利用していたことを明かしました。有馬さんから骨折はと聞かれ、9月21日に骨折しました、骨折記念日は921と語ると、有馬さんが5ヶ月くらいですねと言い、山瀬さんもそんなに、もうすぐ5ヶ月と驚きを見せました。骨折箇所は3ヶ月で治ったと説明しましたが、機能はこんなものなんでしょうかね、みんな暖かくなる頃には大丈夫だと言ってくれていますと、春先には完全回復できる見込みを明かしました。実は昨日の志村動物園でも立ちましたし、その前の新婚さんいらっしゃいでも立ちましたから、これからはオンエアでも普通に見えると思いますともコメントしました。有馬さんがまみさんだけ座っているのが多かったですもんねと話すと、山瀬さんはでも楽なんだよね、座りっぱなしを一度知ってしまうとと笑っていました。山瀬まみさんと中上雅美さんは前述の番組森高津吉アワー笑っていいともでの共演をきっかけに交際をスタートさせました。1989年にレギュラーメンバーとして同番組に出演していた山瀬まみさんは、当時いいとも青年隊を務めていた中上雅美さんと定期的に顔を合わせるうちに次第に仲を深めていったようです。その後山瀬まみさんはバラエティ番組いつ見ても波乱万丈に出演し、中上雅美さんを好きになった瞬間について四ツ谷のカラオケボックスで再会し、男らしくなっている、彼に魅力を感じたと語っています。久しぶりの再会から意気投合した2人は1999年6月に入籍し晴れて夫婦となりました。山瀬まみさんと中上雅美さんの間に子供はいませんが、結婚当初と変わらず仲の良い夫婦生活を続けています。山瀬まみさんはレシピ本を出版したこともある料理の腕を生かし、毎日のように夫に美味しい手料理を振る舞っているそうです。いつ見ても波乱万丈では夫が今日も本当に美味しいねと言ってくれることが励みになっているとのろけていました。一方中上雅美さんは洗濯や掃除などの家事を担当しており、2014年に出演したバラエティ番組有吉ゼミではこれらを完璧にこなす姿が取り上げられ、まるで本物の清掃業者みたいと話題になりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。